ラッキーチャンネル。そろそろこのコーナーもおなじみになってきたと言わせたい召喚術、鏡あきらです。キャッチューサブッ、なんか言ったか。女子の白石みのるくんはまだまだ慣れなくて緊張のご様子。皆さんの姿勢にドキドキしちゃうって感じ。今日はラッキースタでもキーとなるキャラ、泉こなたさんの紹介をしたいと思います。泉こなたさん17歳、趣味はゲーム、アニメ、読書。資料によるとどうやら新番組や新刊は欠かさずチェック、週末は朝までネトゲの嵐だそうです。要するにオタってこと？そのようですね。すっごい高い防具とかレアアイテムとかたくさんくれて、アキラ感激しちゃいました。はい、今回紹介するのは宝美雪さんです。クラス委員長で容姿端麗、貧困法制図の名名跡です。名跡。白石さん、みゆきさんのこと知ってるんですよね？もちのろんろんでございます。ちょっとさ、あれじゃあまりにもあれだからさ、今ここでもう一回やってみてよ。何カットだっけ？45カットです。ああ、これね。いや、知りたいなら教えてあげるわよ。ぶっちゃけピンキリです。ギャラ自体安い場合もあるけど、事務所のピンハネ、私未だに固定だから何パー持ってかれてるか分かったもんじゃないのよね。しかも私3歳からこの仕事やってるし、未だに全額親の口座に入ってるわけね。私には小遣い程度しかよこさないわけよ。それがまた珍家な額でさ。いいよな、綺麗系美人はさ、間に合う受けもするんだってね。でもね、間に合う受けって言ったら私だってその主義のロリコン。じゃあね、もうお別れの時間なので、というわけでこのコーナーでは皆さんからのアキラへの質問や激励、番組に対する感想などどしどし送ってくれ。あ、またでは次回お楽しみに。待ってね。実際のところどんな人？あのまんまな人ですね。うっそ、楽屋で白い煙鼻からブハーとかしてんじゃないの？